第4高等学校ナンバースクールとは1948年まで日本に存在した高等教育機関の一つである旧正高等学校の中で数字を冠した学校群のことである。旧正高等学校は最終的には全国に39あったが明治期に創設された旧正1校から旧正8校までは 生漢会に卒業生を早く送り込んで後発の学校よりも優位に立ったため他と区別するため特別にナンバースクールと呼ばれた。なお後発の管理次級生高等学校はナンバーを公明に振ることを止めて自治体名を用いたことからナンバースクールと区別する意味でネームスクールと呼ばれた。ただしナンバースクール、ネームスクールのいずれも公文書や書籍、資料類等で 使用実績があっても法律上で規定された定義名称ではなくあくまで慣習的な愛称として用いられたもの。また、この存在により、旧正中等学校やその後の新生高等学校を取り巻く環境、文化にも影響を与えた。ナンバースクールが新生大学に取り込まれて以降もナンバースクールを前身とする大学を 他の国立大学より格上とみなす風潮が長く残った。第9高等学校は、新潟県と長野県の間で、激しい誘致合戦が繰り広げられ、互いを罵り合うほどになったため、設立されることはなかった。第1高等中学校、第3高等中学校に次ぐ、全国3番目の高等中学校として、明治19年11月に、 管理山口高等中学校が設置された。中学校令による5学区のうち山口県は、京都府と同じ第3学区に属していたが、半校山口名林館を母体とした、県立山口中学校の資材を提供し、年間1万9000円運営費を、地元有志の寄付で負担することを条件に、文部省より特例的に認可されたものである。 山口県民のための高等機関でありたいという思いより数字を観察、山口の名を残したが県外出身者が殺到し、県内出身者の入学が2割に落ち込み設立趣旨に合わなくなったことや地元寄付に依存した運営が厳しくなったことから東急万五千円の寄付とともに国交移管が行われ、明治38年に廃校となり、高等商業学校に改祖された。 藩校増資官は、明治3年に廃校となったが、明治17年、島津忠義が県庁に委託した、基金44,621円と、年々9,400円ずつの定額基金により、鹿児島県立中学増資官が開設され、中議の請願により、明治21年1月文部省管轄の、管立鹿児島高等中学増資官となった。この時、島津家が、 同志間の賞を止めることを強く希望したため数字を監さなかった。島津忠義らの寄付詞が生み出す利息などによって運営されたが、中学校卒業生が不足し、定員割れが慢性化していたほか、管理図と関していながら、国庫による支出が皆無で授業料が高く貧困による退学者が多かった。明治29年9月、都合により廃校となったには、 当然運営経費の増加が見込まれ、島津家ではその負担にこらえないとして、明治29年度で高等中学増資館は廃止することになったとある。明治29年12月鹿児島県立尋常、中学増資館が設立され、明治32年4月中学増資館へと解消されたが、島津忠重が16万円の寄付とともに、 文部省へ誘致した結果1901年10月25日、官立第七高等学校増資官に改組された。ありがとうございます。